さあ試合開始。さあ、初のサミットはいろんな戦術あって難しいですからね、お互いに。そうですね、だいぶ研究はされてるもうマップだと思いますけど、あー、フィッシュボーン取ったか、アスブラッド。アスブラッド、フィッシュボーン、恩師センターイブ落としていますが、バクがその恩師をカバーしています。ここの距離感ですよね、カバーが。そうですね、はい。人数よりは Z1 です。まあもうセンターの建物が取れてっていうところですから、あとは状況次第でどっち行くか。はい。最前線のバコがまずは情報を拾ってっていう感じですね。今1枚見えて、であれば A に行くのもやぶさかではないって感じですけど。うん、スモークを焚いて敵を揺さぶってますね。残り時間1分10秒、時間はまだたっぷりとあります。しかも丁寧にセンターの建物を経由せずに自立側から爆弾、そうですね、設置しに行きましたね。人数よりもありますし、無理はしないといったところですかね。はい、さあ設置完了。 A 設置です。 いいとこ見るな、スラッカー。この位置まで取りました。スターミカン、バコがセシロ落とした。これで除菌と有吉一郎が残されます。さすがに苦しいですね。うん、フィッシュボーンのカバーがある。ラストは有吉一郎。フィッシュボーン、なるほど、3枚持っていきました。1対0 Z1 攻撃取りました。いや、非常に丁寧な攻撃でした。まあ、まずはしっかりと味方のカバーに入って絶対に数的優位を作るっていうところから、まあ、最前線の選手が B 側の情報を拾って A 不設置できそうだから設置しようっていうところから、はい、まあ、オーソドックスな形ですけどしっかりとリズムで取りましたね。バスをバラッと、このラウンドも Z1 イブのグレー、スラッカーがイエロー落としている。ここは少しミスターミカン出すぎたか。オンシーが落として、上級のスナイパーライフル、イブに返した 3v3。 ここはスナイパーライフル同士の対決だが、お互いに2なし合い、スラッカーがカバーに来る。その後ろにオンシー、スミス、ここは強気にフィッシュボーン戦いに行く。行きますね。後ろからバコが入って 1v1、 どうするフィッシュボーン。恩師は逃げます。グレネード、いやこれやばい。めっちゃギルドされた、完璧だ。パーフェクト、完璧に読んでた。いや今の気持ちいいだろうな。気持ちいいだ、今のはもう一点読みでしたね。スモークで見えてなかったですもんね、完全に読みで、はい、見えてなかったと思います、さすがに。いやー、今のグレネードは素晴らしかった、フィッシュボーン。このランドンファーストブラッター、Z1 バコ。除菌のスナイパーライフル、バコ落として 4v4。Z1 グレネードめちゃめちゃ刺さってるんで、ファーストブラッド率が高いですから、かなり試合は優位に運べそうですけど、はい、除菌がうまく SR で数的度数まで持ってったんで、これでまだ分かんないですね。残り時間1分30秒。LZ にはセシルのグレネードもありますからね。さあ、そのセシルだいぶ高い位置取っています。一人だけ浮いてしまってる形にはなるので、はい、刺さればいいですけど、刺さらないと、はい、味方のアクション待ちたいですよね。自分からアクションは起こしたくないです、こういう孤立してる選手っていうのは。なるほど、はい、もうすぐにカバー入られてっていうところですよね。はい、さあ残り時間1分、いいよ、これを抜くスターミカン。ここで圧をかけたセシルは引いていきます。ゆっくりゆっくり、1ラウンド目のように丁寧に攻撃していきます。いや、仕掛けたか。イエローがスラッカー落とした。これで LZ 人数有利。スターミカンボム持ってないですが、もうすでに A まで上がりきりました。残り時間30秒、ボム持っているイブは B 側どうする。そうですね、であるんだったら、あ、シフトしに行くパターンか。ちょっと時間かかっちゃいますけどね、これ間に合うのかな。ただぐるっと回ってシフト、時間はギリギリ間に合いそうです。はい、ただこれも完全に B は来ないっていうの読まれちゃいますから、はい、LZ はもう A しかないって分かってますから。はい、ここで設置完了。人数有利も LZ、 スターミカの位置が割れた。クロスが組まれる、1枚2枚2人でフィッシュボーンを闇1枚落として 3v1 スナイパーライフルで
ボムは見える。いやしかしスモークで遮られた。セシルが手前に詰めてきている。ここですれ違い通信解除していきました。このラウンドは少し時間をかけすぎてしまったか。Z1 そうでしたね。2対 1LZ 防衛取っています。まあ、時間かけすぎたというか LZ が時間のかけ方がうまかったという感じですかね。まあ、うまく使わせたと思いますね。はい、ファーストブラッドは除菌いいっすね。除菌調子良さそうだ。うわイエロー、すごい前出る。また除菌だ。グレネードでフィッシュボーン飛ばしました。まあもうこれだけ数的優位作れたんだったら超引き気味でも何ら問題ないレベルなんで LZ としては、はい、焦る必要全くないですね。ダミカン1枚2枚有吉白スラッカー落として人数有利は LZ3V2。 スターミカンとイブが残されました。残り時間は1分15秒。 LZ はかなり広い展開を見せてますね。センタージリス、そしてテキリスト。そうですね。でもうこれは A のシフトもできないような陣形組まれてるので、はい、Z1 としては苦しいですけどどうでしょう。恩師を潰しに行きたいが、いやー恩師うまいな。ここは引いて時間を使う。そうですね、しっかりと、まあ、相手がこっち来る可能性を考慮して引きましたね、はい、残り時間50秒。 Z1 腹くくったか。 B に行きたいか。はい、これは腹くくっての B しかないんですけど、まあ、B 設置するのなかなか勇気いる、はい、そうですよね、見られてますよね。ジョーキン、このラウンド3枚目。うおー、神エイム、スイッツキエイムぴったりでした。残り時間30秒。ボムを拾いに行きますが2回2人で来た。オンシー有吉、さすがのスタミカン、これは苦しかったです。2対2追いつきました。 LZ5 ラウンド目攻撃ラストになります。 Z1除菌の対応能力ですよね。はい、除菌のまああとやっぱファーストブラッドとセカンドブラッドがかなり効きましたね。あれだけ数的優位作れたら、はい、まあ負けないっすよサーチは基本的には。ここは強気に行くか。前に出れないか。 Z1 はやはり丁寧落ち着いた動きを見せています。この先の前、いやグレネードきたグレー職人、そしてスラッカー有吉落としてセンターも前に出れる。ここ強気にいった。除菌のカバー、さらにその除菌を追いかけるがどうだ。そうですね、もううんうん落ち着きましたね。今の深追いしすぎちゃダメです。はい、それでいいです。怖い場面ですからね、今深追いしすぎてスナイパーライフで抜かれてっていうと、はい、そうなんですよ。今ので焦らずにちゃんと敵を誘い込む形が作れれば Z1 としてはもうほぼほぼ硬いです、はい、箱落ち着きました。設置も完了しています。箱除菌カットでオンシー1人 4V1。 アメグレホールがその先にはいない。タイミングずれてスラッカー来たー。今のはもうグレが来てその隙にもうその間に入り込みましたね。そうですね、投げさせてからその後のタイミングで体出していきましたね。いやー、バコー冷静さが響きましたね最後。カルト引いて、ああいうところはね本当ね見てる側がヒヤヒヤしますからね、はい、行っちゃダメだ行っちゃダメださあ攻守交代です。 LZ 攻撃、 Z1 2回強気に上がるフィニッシュボーン。防衛ではスナイパーではなく AK1 車で持ち帰っていた。あスターミカグレー職人炸裂、セシグレの使い手をぶっ飛ばします。防衛側の逆ラッシュですね。はい、いやうまく刺さってますね LZ、 なすすべなしか。はい、これはかなり苦しいです。ボムも落ちましたし5オン2スパコもう一人1もバレて最後はフィッシュバーンパーフェクト4対2。まあこういう逆ラッシュやられたラウンドはもう対応できなかったっていうある意味一つなんていうんですかね、しょうがないラウンドではあるので次気をつけようとしか LZ としては言えないんで、はい、まあ、あんま引きずらないことですよね、ああいうラウンドは。しっかりと切り替えてとですね、はい、弱気になっちゃいけないです、そういうので、しっかりと積極的に前に出るのは忘れちゃいけない。2回上がってきたところが、ここはグレネードで飛ばされました、セシルがイブ落として、人数有利は LZ、ここから前に展開していく、スラッカーがスナイパーライフルを持っていた。
バコが来ている。セシルは待つ。我慢比べですね。スモーク、うわ絶妙なタイミング。しかし除菌のスナイパーカバー、いいとこ見てました。これで人数有利はまだ LZ、まあ、まだ数的優位ですから、はい、投げ物使ってどうにか設置いきたいですけど怖いっすね。スラッガーのスナイパーライフルが目を光らせてるとこ、あああ、これは大きい。スターミカン1人残されました。 3V1、 そしてここで設置に入り、設置完了。いや落とし切った、あと一発落とし切った。時間は残り30秒。恩師と有吉はここは甘えない。はい、一応折れちゃってますし、はい、ここはさすがに甘えなければ勝ちって場面ですけど、ファイジフェイク、しかし揺さぶられません。はい、続きます。残り時間は10秒。うん、スタミカいろいろと試行錯誤しますが、これは苦しい。そうですね、耐えきりませんでしたね。さすがに厳しかった。4対3。まあ、除菌の SR がとにかく今のは素晴らしかったですね。あそこの SR でもし逆にファースト、まあ、ボムを拾えずに持ってかれてっていうと、あ、設置できずに持ってかれていたら一気に苦しかったと思いますから、力技でしたけどよく持っていきました。4対3、 LZ はまだここで諦めません。食らいついていきます。いや投げ物刺さるなお互い。グレードダコダコ2枚持ってきた。フィッシュボーンが手代としてあっという間に4枚削れて除菌1人、 2-1 取ってる。スモーク握った先、あ、3対5。このラウンドは Z1 の逆ラッシュがお見事刺さりました。しかも今度の逆ラッシュは2階側ではなく、2階側ではなくて、まあ、あの1階側というか、まっすぐ入り口側からの3枚でしたから、はい、グレネードも刺さっちゃってましたし、さすがに厳しかったですね。さあ Z1 マッチポイント、追い込まれたのは LZ、 あと1ラウンドもぎ取れるか。いや、よく取られた。カリエムでした。素晴らしい決め打ちで持っていきます。 4v2、 LZ が人数有利、 Z1 は位置関係も少し悪いか。スラッパスラッパスラッパ、今持ってった。スターミカンも勝っている。ワンバイワンに持ち込んだ。スターミカン VS イエロー、元スカーズイエロー、元ノーネームニックススターミカン、現在は Z1、 LZ、まあ、お互いの位置がもうこれ大体おおよその位置はつかめてますから、 A はないっていうのがお互い分かってる状態で、はい、どのタイミングで仕掛けるかっすね。もうこれは、いや、スタミカの位置が絶妙、設置に入った。スタミカまだ動かない。いや見えた、もう見えた、ボムレの方がいい。ここは勝っていきました。4対5、つなぎました。 LZ、ただまだ苦しい状況には変わりありません。そうですね、 Z1 が本当かなり積極的に上がってくるので、そこのもうファーストブラッドが刺さってしまうと、その時点で LZ としてはかなり苦しいですから、はい、まずはそこで余計なファーストブラッドは避けたい。さあ LZ 強気に来た。ファーストブラッドは除菌、 Z1 は引き気味防衛。そんな中1人、スターミカン、赤い矢印3番ご覧ください。ゆっくりゆっくりテキリスが盛り込んできています。そうですね、おそらくこれ1番の反応的にも気づかれてないので、はい、タイミングによっては感刺さりしそうです。あ、除菌は高い位置のスナイパーライフル。いやー、 LZ が時間をかければかけるほど、はい、裏が刺さる可能性上がってきますよ。スターミカンゆっくりゆっくりテキリス側侵入してます。全体マップ、左下の全体マップ赤い印3番もチラ見しながら皆さんお楽しみください。さあ、その3番、赤い印3番のスターミカン動き始めました。ファーストブラッド、セカンドブラッド、ここからどっちに入るか。だ、残り50秒。さあ、仕掛けが始まったタイミングで裏も上がってくると思いますから、この来た、ここで裏が刺さる。はい、
こうなると前後ろも気にしなきゃいけないっていうので乱れますよね、はい、LZ は今シーなんとか耐えた。しかし挟まれています。いや横落とし続け、イエローも落として括弧撃破。スタンミカン1人残されました。 4V1 です。これはさすがのスタンミカンも苦しかった、うん、LZ 追いついた。5対5、Z1 の背中を掴んで並びました。11ラウンド目入っていくんですよね、こういう人は。Z1 の攻撃、LZ 防衛。うわ、下から行くのか。そうですね、まあ、相変わらずやはりこのセンターライン高い位置まで取るっていうのは徹底してますよね、両チーム。グレネード投げ入れる。クリアリング。これでここはさっきまで見せなかった。ガンビキボール。これはこれはでかい。でかすぎですね。これでまあほぼ A もなくなりましたし。はい。ベッドアンコップは B 側くらいついていく。はい。イエローいいタイミングで飛び出したスラックが落とされます。バコ孤立。 LZ の岩引き防衛が刺さってる。 Z1 はどうすればいいかまだ分からないか。詰め切った。いやいいタイミング、設置も完了しています。まだ分からないぞこのラウンド。あ、設置できたのでかいですね。これで本当まだ分かんないですよ。人数有利 LZ。 Z1 は設置完了して強ポジを取っています。3枚で正面入ってくる。グレネード食らったイズ。うわー、ブシモークレー、バコ1枚として決めつけ逆転。スミツ Z は人数よりです。ドッキン投資上取った。あ、厳しいですね。もう1枚バレてるし時間もない。ドッキンのダメージも食らってしまって前に出ることができない。オンシーが時間作るが残り時間10秒切ってる。1枚としてフィッシュボン、オンシーダブルキュー。しかし間に合わない、間に合わない。 Z は逃げ切った。これはファーストブラッド除菌落とした時点で Z1 このラウンド苦しいかと思ったんですけれども、そうですね、まあ、サミットのサーチのその防衛で一時期メタと言っていいぐらい強かったあのドン引きの守り方、はい、で、まあ、しかもキルも拾えて相手を B 側に誘い込むこともできてっていうので LZ の方が圧倒的に有利だったんですけど設置されてしまったんですよね。うん、サミットの引き気味の防衛の時に一番やっちゃいけないのが、まあ、何よりも設置をさせてしまうことっていうところで、はい、数的優位を作れてただけに少しもったいなかったですけど、まあ、本当一瞬の隙よく絶対つきましたね、はい。